それでは医療統計学分野、臨床統計学分野の紹介を始めさせていただきます。臨床統計学分野所属、M2 の青木です。よろしくお願いします。えっと、まずはじめになんですけれども、えっと、医療制約のトレンドとしては、まあ今いくつもあると思うんですが、えっと、代表的なものとしましては、えっと、コロナワクチンやその治療薬の開発、承認であったり、ジェネリック医薬品の普及であったり、えっと、研究不正の防止であったりと、まあいろいろだと思います。 で、これらに必要なことの一つとしては、えっと、きちんと効果を確かめることというのが挙げられると思います。そのために活躍するのが、今私たちが学んでいる医療統計学です。えっと、医学統計学と医療統計学がどのように関わっているかと申しますと、えっと、簡単に言えば、橋渡しですね。 えっと、医学の分野ですと、えっと、治療であった、患者さんの治療であったり、えっと、新しい薬を作る創薬であったり、えー、疾病メカニズムの研究であったりといった研究をするのですが、まあ、いずれにせよ何らかのデータを取って、そのデータを解析してそこから評価するということが必要になります。一方、あの、統計学は、えっと、まあ、いろんな手法の開発はもちろん,んですけど、えっと、機械学習であったり、えっと、バイアスへの対処であったり、因果推論であったりと、えっと、医学研究に必要な、その、 データを解析して評価するっていう手法をいろいろ持ってるんですが、まあ、そ、それは、えっ、ー、と、往々にして、えー、と、抽象的に難しいものです。それらの間の2、二つの間に立ち、それらを結びつけるのが私たちのやっている医療統計学で、まあ、具体的にやることとしましては、えっ、ー、と、患者さんのグループへの割り付けであったり、えっ、ー、と、臨床試験の結果の、えっ、ー、と、解析や評価であったり、えー、と臨床試験の計画書である、プロトコルの作成であったり、と、そういうことを行います。 で、そんな医療統計学を私たちはどんな先生方のもとで学んでいるかといいますと、医療統計学、臨床統計学合わせ6名の先生方のもとで学んでいます。医療統計学の方は、えっと、佐藤先生と豊井先生から、臨床統計学の方は、えっと、田中先生、矢田先生、大宮先生、今井先生の4人から学んでおります。で、ここで気になる方も多いとは思うのですが、えっと、医療統計学と臨床統計学がどのような関係にあるかということで、 えっと、今私が所属しています、えっと、臨床統計科育成コースという、えっと、臨床試験のプロフェッショナル育成に特化したコースですね。えっと、こちらは、えっと、医療統計学と臨床統計学の共同で運営されています。えっと、こちらのコースの特徴としては、えっと、病院、病院で働く、えっと、統計家を育成するコースでして、そのための実習としまして、えっと、病院で統計家の実際の業務を体験したり見学したりする、実地研修というものがあります。 で、えっ、ー、と、医療統計学の分野の方でそれに加えて、えっ、ー、と、メーカーなどに働きながら、メーカーなどに勤務しながら、えっ、ー、と、学んでいる方の多い専門職課程であったり、博士後期課程であったりのゲイでも行っております。で、ゼミなどは、えっ、ー、と、医療統計学、臨床統計学共同で開催しております。で、こちらが、えっと、今年ですかね、今年の、えー、と CB、えっ、ー、と、臨床統計科育成コースの M1 のカリキュラム例です。 えっと、薄いオレンジ色のところが、えっ、ー、と、社会健康医学の科目で、えっ、ー、と、黄色のところが、えっ、ー、と、統計科、えっと、えー、と統計学の講座で出している科目です。えっ、ー、と、ま、この出しているコ,か、えー、とコマの全てが必修科目というわけではないので、無理の範囲、ない範囲で履修していくことがお勧めします。で、えっ、ー、と、これらの科目以外にも、先ほど話しました、自治研修であったり、えっ、ー、と、その他集中講義であったり、えっ、ー、と、 非医療系の出身の方向けの、えっ、ー、と、医学基礎といった科目があったりします。で、えっ、ー、と、興味のある皆様へということなんですが、でまずは、えっ、ー、と、医療生命科学系の皆様へ。えっ、ー、と、医学や生命基礎の基礎を持っているということは、えっ、ー、と、臨床試験や臨床研究のか統計解析において大きな強みになります。えー、統計学もあなたの武器にしてみませんかで、えー、非医療生命科学系の部屋の皆様、僕もそうなんですけれども、えっ、ー、と、数理、経済、 心理、社会学などを学ばれており、データサイエンスや統計学に関心のある方を医学知識の有無を問わず歓迎します。医療の世界にあなたも飛び込んでみませんかで、えっと、最後、えっと、宣伝になるんですけれども、えっと、医療統計学、臨床統計化育成コース、合同分野説明会と題しまして、4月の24日、1時から4時までオンラインで説明会を行いたいと思っています。 詳細は、えっと、下記のバナーのような検索であったり、えっと、リンクから、えっと、行ってみてください。ぜひ検索してみてください。ご清聴ありがとうございました。